男子 300m 競走予選第2組5名で行われます。ここまでは横一線斜め、そして中間疾走で少し変わってきた順位が外側から2つ目は成田高校斉藤君、真ん中は防衛の高橋君、そして内側は東海大浦安熊谷、最後出てきたのは成田の斉藤優子君。以上が全体1組の競技結果でした。